今日午前、前橋市のスーパーに乗用車が突っ込む事故がありました。けが人はいませんでした。今日午前11時40分ごろ、前橋市栄町のスーパートリセンローズタウン店に、市内に住む77歳の男性が運転する乗用車が突っ込みました。車は鉄製の柵を倒し、駐輪場の自転車を巻き込んでガラスを突き破りました。 事故当時、店内には従業員や客が複数人いましたが車が突っ込んだ付近には誰もおらず運転していた男性を含め怪我人はいませんでした警察によりますと男性は入り口近くの駐車場に停めようとしていてアクセルとブレーキを踏み間違えたと話しているということです警察は事故当時の状況を詳しく調べています